そうですね、決まった時にですね、最初に、メンフィスの、こう映像、アメリカでの映像とかも見させていただいて、すごくこう今までこう普通にライブとかだけで今までやってきてるので、なんかこうすごく新鮮な、チャレンジだなと思うという思いと、あと、このミュージカル自体がすごくこう、素敵なメッセージがあって、その音楽の力とか、そういういろんな、それぞれが白人黒人とかいろんな人種いますけど、その壁を乗り越えるっていう、音楽っていうもので乗り越えるっていうストーリーがすごく自分としても、惹かれる、魅力の一つでしたですね。そうですね、実際に今回このメンフィスが決まって、僕自身も、いろいろ、聞いたりもして、なんかなんとなくこの、メンフィスっていうこの、まあ、見てきたこのミュージカルのその世界観というものが、彼のソロの、曲とかでも、あ、なんかそういう雰囲気がすごく世界観があるなと思いましたですね。なんかリンクする部分があるっていうか、そういうすごくこうルーツ的な部分で、ちょっとそういうソウル的な部分というかを感じました。そうですね、正直僕自身はアーティストをやりだしてからはこうブラックミュージック、リスナーとしては本当にブラックミュージックだけをずっと聴いてたんですけど、そこからこういろんな音楽を聴くようになったりもしたんですけど、自分にとって本当にルーツの部分であるので、なんていうんですかね、こう今回のこのミュージカルを通してもう一度なんかその自分のルーツを見るんじゃないですけど、再確認っていう部分もありますし、まあ、先ほど言ってたようなこの、人種の、壁を乗り越えるっていうストーリーもありますけど、実際にその時代背景の中で、まあ、黒人たちがこうブラックミュージックを、歌うんですけど、やっぱりこうその時代のアメリカって、なかなかこうそれが全国にテレビとかで、放映できないとか、なかなかそういうのができなくて、結局白人の人たちがそれを、広めたりすることで、広がったりもするんですけど、でもなんかそういうヒストリー的な部分というか、ブラックミュージックの、ヒストリーっていう部分が少しなんかこのミュージカルの中で、垣間見えるんじゃないかなと思いますし、はい、まあ、正直それはですね、不安はもう数え切れないぐらいありますけど、それ以上に僕自身はその同時にすごくこう、楽しみっていう気持ちもたくさんあります。やっぱりこうこの素晴らしいメンフィスというストーリーが、まあ、見させていただいた時に、すごくこれは、自分のルーツでもあるし、これをやることによって、しっかりこう成功させて、アーティストとして自分自身も、次のステップっていうか、何かこう成長できるものなのかなと思ってますね。そういう意味で、まあ、今回チャレンジしようと思いましたですね。そうですね、最初にジェロさんが歌う曲は結構ノリノリでかっこいいなと思いましたですね。あとは、まあ、自分自身だったら Say a Prayer っていう、曲を歌ってますね。その曲も、まあ、結構いいですね。皆さんこんにちは、ジェイドです。今回は、芸大役として、ミュージカルメンフィスに、参加することになりました。僕にとって初めての、ミュージカルなので、すごく、自分にとって大きなチャレンジでございますが、かなり、楽しみにしております。皆さんもね、ぜひこのミュージカルを見に来てもらって、音楽の素晴らしさを体感していただけたらいいなと思います。ぜひぜひ
会場でお待ちしております。よろしくお願いします。